私が今回使用するキャットはイリマニっていうブランドのアメリエっていう種類になります。 150m で 50g ぐらいの毛糸になります。で、網針は 4.5 ミリのものを使用していきますけど、皆さんは持っている毛糸でそれの毛糸に合う網針を使っていただいたら大丈夫です。では編んでいきましょう。はい、では編んでいきます。 4.5 ミリの針を使って編んでいくんですけど、私はまず輪っかを作ります。で、そしたら作り目を5目、なので輪っかの中に針を入れて少し縛ります。そしたら作り目は右と左に針を糸を持って、で、この2本の指で糸を押さえます。そしたら外側からと外側からで、これで1、2と2目作り目があります。3、4、5、はい、これで1、2、3、4、5 5目の作り目ができました。そしたら1本針を抜いて、で、ここから編んでいく。今から編むところが 表側というふうに思ってください。そしたら1段目、まずすべての目を表目で編んでいきます。はい、では5目表目を編みました。そしたらひっくり返します。で、ひっくり返したらこれ2段目で、こっち側が裏側になるんですけど、裏側の時は裏目を2回編みます。裏目を2目編んで、で、次の目で、この目は表目で編みます。で、次の2目は裏目で、次ひっくり返して3段目、3段目は増し目をするんですけど、まず表目を2目編みます。そしたらここで掛け目をします。掛け目はもう針に糸をかけるだけです。で、このまま次表目を編みます。で、その次の残りの2目も表目で編みます。はい、そしたらひっくり返して4段目、次4段目になります。4段目はまず裏目を2目編んで、そしたらその次表目を1目編みます。で、さっき掛け目をしたところの目に表目を編むんですけど、普通だったらこっちから編むところを裏側に針を刺して、で、表目を編むように編みます。そしたらここが少しねじれて、そのまま編んでたら穴ができるんですけど、穴ができにくくなります。で、残りの2目は裏目を編みます。1、2、はい、そしたら次5段目、表目2目、1、すべての目を表目ですね、すべての目を表目で、はい、そしたら次裏返して裏目を2目、6段目は裏目を2目、表目を2目、で、裏目を2目、はい、そしたら7段目、表目を2目、
次も2目表目なので、まあ、全ての目を表目です。表側の時は基本的に全ての目を表目で編みます。はい、次裏側の8段目で、裏目を2目と表目を2目、裏目を2目表目を2目で、裏目を2目で、ひっくり返して9段目、ここでまた増し目をします。表目をまず2目編んで、で次かけ目をします。そしたら表目、残りの目を表目で編みます。これで1目増し目されてます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9。次10段目、裏側の10段目は裏目を2目で、次表目を3目1,2で、この表目のところはさっきこう編まずに後ろの方で表目を編むで、穴を帽子で、裏目を2目で、今10段目が編み終わって、今全部で 1,2,3,4,5,6,7 7目針にあります。そしたら11段目、表目を2目11段目表側なので、全ての目は表目です。12段目が裏目を2目1,2で、次の3目が表目です。1,2,3で、次の2目を裏目して13段目、13段目は表目、全ての目を表目。はい、で14段目、裏目を2目表目を3目裏目を2目で、ひっくり返して15段目で、また増し目をします。なので表目を2目編んで、ここでかけ目、かけ目をして、でそのまま残りの5目を表目で編んでいきます。でひっくり返して16段目はまず裏目2目を編みます。そしたら表目を1目で、さっき
表目を2、3と編んだら、さっき掛け目をしたところがあるので、ここじゃなくって後ろ側で針を刺して表目を編むと、クロスした表目が編めます。で、最後の2目は裏目で、はい。そしたら今 1,2,3,4,5,6,7,8 8目針にあると思います。で、17段目、表目を2目あ、全部の目を表目で、17段目は表側なので、すべての目を表目で編みます。で、ひっくり返して18段目、両端の2目は裏目で、真ん中の 1,2,3,4 目は表目で、なので裏目裏目表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 目で、裏目裏目で、次表表全部表ですね。表側なので、すべての目を表目で編みます。で、裏側の時は裏目を両端2目で、真ん中は表目で編みます。はい、これの繰り返しになります。なので6段おきに増し目をする。で、両端は表側の時は全ての目が表目で、裏側の時だけ両端を裏目裏目で、その間増し目されたとしても間の目数は全て表目で、最後の2目は裏目っていう風に編みます。なので引き続きこれを続けていきます。裏目で、これをだいたい56センチぐらいになるまで増し目を続けていきたいと思います。裏目裏目で、今 裏側を編んでるので、真ん中の1,2,3,4 4目は表で編みます。で、最後2目は裏目。はい、で、次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。次21段目なので、ここで増し目をします。で、増し目するところはこの表目を2目編んだ次の時にいつも増し目をしてください。なので掛け目をここでかけて、で、他の目は残りの目はいつも通り表側なので表目を編みます。そしたらひっくり返して、裏側の時は両サイドの2目を裏目で編む。で、真ん中は表目で編みます。で、さっき増し目したところも表目でも穴が開かないように裏側に針を刺して表目を編む。で、最後の2目は裏目を編みます。はい、そしたら今21目目で編んだので、次21、22、23、24、25、26、27、27段目の時に増し目をします。
そこまではもう同じ。23段目、すべての目は表目で編みます。最初は3段目で増し目、9段目、15段目、21、27、33、39、45、51、57というふうに、ここの段数の時に増し目をするっていうのを参考にしてください。で、数え方はこの1、2、3、4で、ここで裏目が入ってると思うので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。はい、私は今25段目なので、まず裏目を2回で、表目を最後の2目のところまで、1、2、3、4、5で、裏目を2回で、表側なので、すべての目を表目で。まあ、これが33段目になります。なので、増し目をします。1、2で掛け目をして、で、他の目は全て表目編みで編んでいきます。さっきは57段目まで増し目するところを見せてたんですけど、この続きは63段目、69、75、81、87、93、99、105、111、117というふうに、この段の目数の時に増し目をしてください。まだ25センチぐらいで、半分ぐらいなので、引き続き編んでいきます。今結構編んで111段目ぐらいまで編んだんですけど、意外と長さ65センチって長くって、あ、56センチ、まだまだ今40センチぐらいなんで、あと15センチぐらい編むんですけど、で、今私が111目までさっき増し目する段数を言ってたんですけど、追加で117、123、129、135、141、147、153、159、165、171、177段目で増し目をしてください。で、目数こんなに長くなってきたら、数えるのが、下から数えるのが大変やと思うので、増し目をしたところに目数リングとか、この取り外しできるやつ持ってたらつけたら、1、2、3、4、5、6ってやって、6段後に増し目みたいな感じでやったらやりやすいかなって思います。で、これが
私の111段目になります。表目に目して増し目で、全ての目を表目で編む、増し目というか掛け目。はい、今56センチまで編めました。そしたら56センチのとこまで行ったら、今から増し目なしで4センチぐらい、4センチそのまま、表側は全て表目、裏側は両サイドに目は裏目でみたいな感じで、増し目なしで4センチそこから編んでいってください。なので60センチまで増し目なしで編んでいきます。で、今裏側なのですべての目は表目で、全部で60センチぐらいになったと思います。そしたらここから、今はこういう風に三角に大きくなっていってたんですけど、ここからは小さくしていきます。で、今増し目をしていた方、こっち側でまた増し目をして小さく、減らし目をして小さくしていくっていう感じになります。で、減らし目の仕方は、まあ、6段ごとにっていうのは変わらず同じで、まず2目表目を編みます。両端の2目で、表目を編んだ表側の時に減らし目をします。まず1つこの2目表目を編んだ次の目をスライドさせて、その次の目を表目で編んで、で、今スライドさせた目を掛け目します。はい、これで1目減らし目ができました。こんな感じで編んでいきます。で、またこれを端まで編んでいって、すべて表目で端まで編んで、まあ、減らし目がこの2目表目編んだ後にスライドさせて次の目にかぶせるっていう感じで編むぐらいで、他は全部一緒です。表側の時は全ての目を表目で編む、さっき減らし目をしたところになります。でも、それもまあそのまま表目で編んでください。で、この両サイドの2目は裏目で編む。はい、こんな感じで6段おきにこの表側から見て3目目のところで減らし目をしていきます。で、最後針に5目残っているようになるまで減らし目をひたすら続けていきます。で、もしこれが1段目やったとしたら、さっき減らし目したのが1段目って数えるんやったら、2、3、4、5、6、7段目、7段目の時にまた減らし目をします。なので、今ここが1段目で、2段目、今から3段目を編む。4段目は5、6、7で、7段目で減らし目っていう感じです。はい、で、今さっき減らし目をしたところの段、1、2、3、4、5、6、7、そこから 7段目になったところになるので、
次の減らし目をします。表目を2目で1目スライドで、次の目を表目を編んでスライドさせた目を左の目にかぶせます。そしたらもう引き続き同じ編み方です。でまたここにメスリングを移して、次の6段目でまた減らし目をしていきます。はい、こんな感じで少しだけ減ってるのがわかるかなと思います。はい、結構な長さまで編めました。でもまだ5目になってないので、まだもう少し編んでいきます。はい、今針に6目があるところまで編み進めました。結構長くなってます。で次が減らし目の段なんですけど、これが最後の減らし目。表目を2目で1目スライドで、次の目を表目でスライドさせたのにかぶせる、残りの2目を表目でひっくり返して、裏目を2目、表目を1目、裏目を2目、もう一段表目、すべての目を表目、でもう一段だけ裏目を編んで、裏目、裏目、表目、裏目、裏目で、これでもうすべての目を伏せ目します。表目、表目でかぶせ目をします。で次の目も表目で編んでかぶせ目、表目で編んでかぶせ目、表目で編んでかぶせ目。はい、そしたら引き抜きを引き抜いて、はい、こんな感じで、あとはこの糸を糸始末します。私の住んでるところはすごい寒いくて耳が霜焼けになっちゃうので、こうやってイヤーマフみたいにして使おうかなって、寒い日は可愛いとか、まあ普通に後ろでこうやってやって
やっても辛い。まあ、分かんない。まあ、なんか好きな感じで使ったらいいかなって思います。普通にこんな感じでなんかパッみたいな襟みたいな感じでも可愛い。簡単にこんなに可愛いのができるのでいいですね。